皆さんこんにちは、ラガーコーポレーションの中谷です。今日ご紹介しますのはこちらのメルセデス純正パーツ。非常に平べったくて長い箱ですけども、一体何に使うんでしょうか。はい、こちらのパーツ、非常に便利なパーツでありながら、日本仕様にはオプションでも今時点では設定のない、非常に役に立つパーツです。では早速取り付けをしてみましょう。はい、では車の後ろに回ってきました。リアゲートを開けてみましょう。新型のゲレンデはこのようにトノカバーがつく、突起があります。しかしながら先ほどお話したように、純正ではオプションでも設定がありません。このように新型ゲレンデはプライバシーガラスになってますが、このように光が当たると結構中が丸見えです。では早速取り付けをしてみたいと思います。はい、ご覧の通り、メルセデス純正パーツです。フィッティングも問題ありません。何の心配もなく取り付けができます。犬うるさいですね。吠えられてます。はい、商品はこんな感じで、伸び縮みします。新型ゲレンデのリアシートはここのレバーで起こすことができます。角度調整することができます。取り付けをするときはあらかじめ倒しておくと便利です。では早速取り付けをしてみたいと思います。溝に当ててはめます。こちらもはめます。はい、しっかりロックされました。自動的にロックされます。外す際はこの取っ手を持ち下に倒すと自動的にリリースされます。はい、このように、安心の純正品、クオリティは全く問題ありません。こちらお値段税抜き26,500円、ボンドショップおよびボンド e ショップで販売中です。ご注文お待ちしております。